ウッドデッキ Q&A。 ウッドデッキの増築はできますか？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。2人で疑問にお答えします。ウッドデッキの、増築のご相談が時々お客様からあるんですけれども、もちろん、増築はできますよね。はい、ただですね、まずその材質が何かによって考え方が変わってくるんですね。それで最近人工の材料で人工木のウッドデッキが流行ってますけれども、その場合だと一回作ってしまったところに、一直線なこう目地のラインができてしまうんですね。でそのつなぎにまた新しいものをつなげるという形で、ちょっと見てくれが悪いような状態でここは継ぎ足したなっていう感じのラインが出ると思いますね。で本物の木で、ウェスタンレッドシーダーなんてよく使われましたけれども、ハードウッドにしても本物の木で使った場合は既存の材木をもう一度外して互い違いに、目地の部分が目立たないように作ることができますから、増築したようなラインというのは出ないで綺麗な仕上がりが作れると思います。ご視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ガーデンリノベーションのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。hastings-classic.com で検索してください。フリーダイヤル0120-041301。お電話お待ちしております。